皆さんこんばんは今日のゲーム紹介動画1本目は高級じゃんムシキングスーパークレクションということでね今日もムシキングオフ会楽しかったよって話なんだけど今日はゲストさんが2、うん、人同時に来たというかまあ大体ゲストさん23人来るんだけどあのまあ親しいゲストさんということでね、うん、お呼びできたんだけど2人来てくれたからありがたいなと思って <laughs> 1一人でも十分盛り上がる人たんだけど2人揃ったからおいいねって感じで うん、まあ、片方だけでもね、呼ぶのが結構大変だったりとか、なかなか都合が合わなかったりとかするけど、片方の方は、割と常連さん、もう20回、30回ぐらい参加してくれてるんじゃないかな。多分、虫グオフ会の、この、うちらで開いてる、ゲストの中で、一番多く来てるんじゃないかな。40回行ったかな。ちなみに、虫、ね、グオフ会は、えっ、ー、と、開催回数が、100、 50は超えてるはず。軽く。うん。確かね。確かだよ。うん。だって1年に軽く40回から50回は、開いてるんだよ。月にね、4回 ?5 回あの、多い時だと、10回ぐらい開いてるのかな。いや。 週に2回だから、8か。で、多い時で、10、うん。かける2、3年、うん。まあ、とりあえず150回超えちゃたのは、なん,かな,んかなんでだろうよくわかんない。150、確か150超えたよねっていう話をしてた気がする。ちょっとよく覚えてない、俺も。<laughs> 名簿を見ればわかる。まあ、細かいするじゃんいいや。100回超えたよねっていう、なんか、あの、記念動画を出した気がするけど。 そこら辺覚えてねえや。まあね、何回行ってもさ、毎回楽しめるってことで、今のところね、特になんか大きな問題もないし、これからもね、なんかそこが崩されることないように平和をね、守り続けていけたらいいなと思います。とりあえず、以上かな。あと30秒しゃべる。うん、20秒、20秒、越しちゃった ?2 分で止めてきゃよかったんだけどね。 何30秒で滑るか。あ、知えて言えば、最近、スタッフさんが増えたんだけど、そのスタッフさんが、ゲストさんと仲いいから、ゲストさん呼びますよって言って、ゲストさんを連れてきてくれたパターンもある。そのスタッフさんもね、もともと参加者だったんだけど、まあ、てか、大体、スタッフって参加者かなスタッフに昇格する人が多いんだよね。参加したことないけど、スタッフとして初めて来ましたって人って、過去にいたかなでも、2、3名いた気がする。うん。もう、もう、シッキングオフ会、参加が、 スタッフとしてカーナーさんか、会話参加。でも、スタッフとして参加してるから、一応参加者としては参加してるんだよな。難しいよね、そこが。まあい,いや、や話がなくなりました。それでは、今日もありがとう。じゃんけんします。じゃんけんぽん。今日はチョキでした。また明日もよろしく